まあ、ツイッターでちょっと予告出したんですが、無事にですね、告訴状がですね、受理されました。ということでですね、この後ですね、黒川敦彦が逮捕されるのか、あるいは、まあ、任意の捜査になるのかについては、まあ、警察次第、あとは世論次第になるのかなと思います。今回ですね、この麻布警察に来るのは実は僕3回目です。で、やっと受理されました。この麻布警察署は、僕の住所があるので所管になりますが、所管の警察だけではこんな事件は受理するかどうかなんて決めれないんですね。必ず警視庁のこういう知能犯でいくと捜査2課の方にまず行きます。で、さらに警視庁の捜査2課の知能犯が今度は東京検察庁ですね、いわゆる検事さんの方にも確認するというステップを踏んでいきます。告訴状というのは必ず検察に送検しなきゃいけないというルールがあるんですよ。受理してしまったら受理するためのハードルってめちゃくちゃ高いです。でですね、まあ、今回は明確にもう今受理してもらいましたので、この後ですね、黒川に対して、冒頭申し上げた通り逮捕されるのか、これいわゆる証拠隠滅とか逃亡の恐れがあってある場合には逮捕するというのが要件になりますから、で最近 YouTuber が名誉存在で逮捕されるケースが増えています。最近で言えば大川博士が逮捕されましたね。21日間かな、拘束拘留されてますと。で今回の黒川がやったですね犯罪行為っていうのは、立花が暴力団からこのようにですね金銭消費貸借契約書っていうのを、まあ、誰かに作らせたんですね。これポイントになってくるんですよ。ただその僕はもちろん暴力団からお金を借りてませんし、この知らないです、この松川さんっていう人知らないですよ。ただそれは名誉存在なんですが、これを作ることが有印私文書偽造罪になるんですね。で黒川はこれを民事裁判の資料で出してきましたので、これひょっとしたら場合によっては有印私文書偽造同行使罪というものも出てくるかと思います。いずれにしてもですね、この後もう黒川に捜査が及ぶことは確定をしましたので、あとは逮捕されるか逮捕されないかと。で麻布署の刑事さんと今話を40分ぐらいしてきましたけども、もう正直麻布署の刑事さんレベルでは全くこの先どうなるかわからない。これね、もう黒川は、東京都知事選に立候補するまで言ってるんですよ。来月の20日告示なんですよ。でこれ東京都のトップって小池百合子さんなんですよ。つまり警察のトップは小池百合子さんなんですよ。でも小池百合子さんを限定的に妨害すると宣言してるわけですから、これは小池百合子さんが黒川を逮捕しろって言う前に、これはまさに警察の上の方がいわゆる忖度をしてですね、黒川を東京都知事選挙の前に逮捕するんじゃないかなと思います。これでもね、ただの名誉損じゃないんですよ、これ悪質なんでね。で今回思いっきり別件です。これ名誉損罪という別件なんで、でも重妨害罪で、逮捕できないんだったら別件逮捕してほしいということで、ある意味国民の代表として黒川を今刑事告訴してきました。黒川君は認めるところは認めたら、いまだにお前認めてないよな、俺乗り込んだよな、お前らのやってるところにたった一人で、お前根性ないよな、まず何よりな、常に仲間だとしてなんかできへんな、黒川は一人でできへんのかと思うよ。トップだったら一人で動けよ。この件について黒川はね、週刊誌の取材なんかでもう立花には聞くことがないとか言ってますけど、聞くことこっちいっぱいあるからね。むしろあなたたちが東京都知事選挙でまた暴れるってことになったらこれ必ず聞くよ。あとメインチャンネル消したね、黒川君。これ同じ動画を同じタイトルでメインチャンネルで上げて、なぜか15日後の6月24日に第2チャンネルで上げてるよね。で俺が裁判したところ、なぜかメインチャンネル消してるよね。13万回回ってんのに、今こっちの第2チャンネル4万回回ってるけど消してないよね。ちょっと意味がわからないんだけど、証拠隠滅か。まあそもそも彼が持っているパソコンとかカメラとかそういったものも裁判の証拠になります。そういったものを隠してしまう恐れがあるので、僕はね逮捕される可能性結構高いと思いますよ。黒川君が逮捕されるかどうか、ぜひ皆さんね見守っていただきたいと思います。ということで終わります。 NHK をぶっ壊す。その後5月13日昼頃に翼の党本部自宅関係先に家宅捜索が入りました。
警視庁の機動隊も配置されたとのことです。